はい、こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区のある立ハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日は腰痛とかヘルニアに効果のある腹筋運動のやり方ですねについてお伝えの方してきます。で、結構他の動画でお伝えしているのがあるんですけども、腹筋運動っていうのはヘルニアとか腰痛を悪化させるリスクがあるんですね。なので痛みが強く出てる場合っていうのは絶対にしないようにしてくださいですね。ただそれが落ち着いてきたら、正しいやり方を行うことによって正しい腹筋が鍛えられて腰痛とかヘルニア解消に効果があります。なので今日はその正しいやり方ですねについてしっかりお伝えの方をしていきます。はい、では早速やっていきますね。まずこっち頭で上向きに寝ますね。で、腰痛とかヘルニアがひどい方はこういった腹筋ですね、上体をこうやって起こすような腹筋っていうのは絶対にやらないようにしてください。この腹筋をすると腰の負担っていうのはかなりかかってしまいます。で、ヘルニアの場合っていうのはこれをすることによってヘルニアっていうのが悪化しやすくなります。なのでこの腹筋はしない。じゃあどうやってするのかというと、まず普通より膝を立てます。で、足の位置っていうのは肩幅で大丈夫です。で、この状態で軽く息を吸って、で、ふーっと吐いてお腹を軽く引き締めます。このままで手の位置は太ももの上で、このまま肩甲骨、後ろにある肩甲骨って骨が離れるくらいのところでおへそを見る。で、この手を膝頭ぐらいまで持ってくる。で、おへそを覗き込むようにして10秒間キープです。で、この時にお腹はへこませながら自然の呼吸ですね、息を止めないように戻すですね。で、10秒経ったら戻して一呼吸置いて、で、また軽く息を吸ってふーっと吐く、吐いて軽くお腹を引き締めたところで息は止めずに自然の呼吸で頭肩甲骨を上げるぐらいまで来て、手の位置を膝頭まで持ってくる。で、この位置で10秒間キープです。で、10秒経ったら戻す。これを3セットですね。もう一度いきますね。こうして手の動きはこう膝頭まで持ってくる。で、膝頭あたりでだいたい肩甲骨が浮くぐらいまで来ますので、これでおへそを覗き込むですね。もう一回いきますね。息吸ってお腹を膨らませる。で、ふーっと吐いて軽くお腹を引き締める。この状態でおへそを覗き込むようにして手の位置は膝頭まで持ってくる。これで10秒間キープ。で、戻すですね。 OK です。これを1日3セットほど行うようにしてください。で、こうすることによってお腹の奥の方の筋肉ってのがしっかり鍛えられます。そのことによって腰の負担が減ってヘルニアの解消だったりにつなげることもできます。なのでぜひ今日の動画を参考にしていただいて腰痛ヘルニア解消に役立てていただければなと思います。はい、では以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。